クリスティアン・フェルナンド・ノボア・テイジョは、エクアドル・グアヤキル出身のサッカー選手。エクアドル代表。PFC 措置所属。ポジションは MF。1985年、エクアドルの最大の都市、グアヤキルで生まれ、2004年に、地元の強豪クラブの CES エメレクで、プロデビューをした。エメレクでは3シーズン過ごし、89試合8得点という、結果を残した。 ルビンデノのボア2007年1月、ロシアの FC ルビン火山へ移籍。ロシアプレミアリーグ初のエクアドル人選手となった。2008シーズンは、クラブ史上初となるリーグセニュー賞に貢献。2009シーズンは、リーグに連覇を果たすなど活躍をした。2010年シーズン前半は、第4首相だったが、首相であったセルゲンセマクが FC ゼニと、 サンクトペテルブルクへ移籍したため、副将に昇格。しかし、首相のシャロノフが、怪我で、長期離脱をしていたため、実質ゲームキャプテンはノボアが務めていた。2011年12月下旬、FC ディナモモスクワへの移籍が取り立たされるようになり、本人は1月中旬頃に、迅速な対応をしたルビンに、ツイッターで、ルビンに感謝を述べた。 2012年1月26日、2011から12、シーズンのリーグ戦で好調を維持していた FC ディナも、モスクワへ3年契約で移籍をした。2015年1月7日、ポック・テッサロニキに加入した。2015年7月29日、ロストフへ移籍。半年でのロシア復帰となった。2017年6月4日、 FC ゼニとサンクトペテルブルクへ移籍した。2018年2月18日、期限付き移籍で、ルビンカ山に復帰した。2019年8月5日、2年契約で PFC、ソチに移籍した。2006年に2つの非公式試合の出場を経験。2009年3月29日、2010FIFA ワールドカップ南米予選のブラジル戦に招集され、 A 代表デビューをした。このデビュー戦では終了間際にゴールを挙げ、敗北濃厚だったチームを引き分けに導いた。コパアメリカ2011では23人のうちの一人として代表に選出され3試合すべてに出場した。ありがとうございます。